はい、こんにちは。今日は第3回人間関係をスムーズに進めていくために押さえておくべきポイントということでお伝えをしていきたいと思います。前回までのパートをご覧になっていただいている方はもうご存知の通りで、いいことじゃなくてこれをやっちゃまずいですよっていう、まあ、地雷ポイントっていう感じでですね、対応していこうというふうに思っています。で、今回も短めではあるんですけど、数少ないんですけれども、それをご紹介できたらなというふうに思っています。これは何かというと、友人関係ですとか、あるいはまあ恋愛関係とかっていうのを、まあ、良好に長続きさせていくために、やっぱりコツコツ信頼関係ってお互いに積み重ねていったとしても、ある地雷ポイント、触れちゃいけないとかやっちゃいけないとかっていうものをこうそっと踏んだ瞬間にチドンって爆発してしまって、で残念ながら、これまで築き上げてきた信頼関係というのが一瞬で崩れてしまって、もうあなたとはお付き合いしません、さようならバイバイっていう感じになってしまうことも多々ありえますので、それを防ぐために、じゃあどういうところに触れないようにしていくのがいいのかっていう、そういうお話になっていきます。今回ですね、他人の行動をですね、他の人がやる行動に対してイラッとするバイバイっていうこともあれば、自分が何か逆にされたっていうようなパターンとっていう2回にわたって紹介をしてきました。で、今回は他人の感情に関するポイントでお伝えをしていきたいと思います。要は相手がどの感情を表現しているときにイラッとこっちがしたりとか、なんか嫌だなってちょっと抵抗感を覚えたりとかして、さよならバイバイになるかっていう、まあそんなポイントをお伝えしていこうと思います。まず一つ目がですね、怒り。まあこれ当然ですよね、怒っている人に近くにいたくないじゃないですか。なんかいつまで経ってもこう微妙性ガタ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 って震えてるような人とか、あの、小言言ったりとかね、うわーって怒ってきたりとかする人の近くにいたいかって言ったら、まあ、そうじゃないですよね。ですから、そういう怒りをずっと表現しているような方々っていうのは、あの、避けた方がいいので、怒りは抑えた方がいいと、自分自身は怒りを抑えた方がいいですよということです。それから、まあ、大げさに表現する人ですね、あの、芸人のオーバーなうわーっていうオーバーリアクションとかは、それはまた別なんですが、何事をやるにしても大げさ、ちょっと足引っかかってわざとこけたりとかっていうようなことをすると、まあ、なんかこいつ鬱陶しいなとか、熱いな、やらしいなとかっていう感じで、まあ、さよならになってしまうので、それは控えましょうということになります。それから3つ目に不機嫌、まあ、常に眉間にシワが寄っているとか、ムスッとした表情をしているとかっていうのは、やっぱり、なかなか近寄りがたいというところになりますので、あいつに声かけるとなんかこっちも怒られそうだからやめとこうかなっていうふうになってしまって、だんだん人が離れていってしまいますので、不機嫌さっていうのも、控えた方がいいというところです。それから、あの、感情移入、誰かがこう泣いてたり怒ってたり喜んだりしてた時に、他人の感情に不要に共感する人、なんかこうオーバーすぎるこう感情移入っていうのをしてしまうと、逆にお世辞と言いますか、わざとらしさっていうのを感じしまって、なんかこいつ本当に私のこと考えてくれてないんだな、バイバイっていう風になってしまいますね。そこも注意いただけたらなと思います。ですから、あの、割り切るところは割り切ってしまって、当然共感して大丈夫かっていう部分は大事になってくるんですけど、大丈夫か、大丈夫、本当に大丈夫、え、大丈夫、マジで本当に大丈夫っていう風になってしまうと、やりすぎ気持ち悪いってなるんで、そこは、あの、適度な距離感っていうのを保った方がいいですよっていう形です。5つ目ですかね、にせっかち、目の前の、あの、欲望に飛びついてしまう人とか、あれやったこれやったとかですぐ確認してくるような人っていうのは、やっぱり結構うとしかったりするんで、やっぱり自分に流れている時間と、その間、他人が流れている時間に関しては、同じ1秒とか1分2分刻んでたとしても体感覚が違いますので、そこはやっぱり相手の時間感覚に流れを任せていくっていうことが大事ですよという話です。それから、6つ目に不安、まあ、すぐ心配になる人、どうしようどうしよう、あれやったっけ、ガスの元選手見えたっけ、時計今合ってるっけ、こんな時間に出ても大丈夫、間に合うみたいな感じになってしまうと、うぜーってなりますんで、不安を仮に抱えてたとしても自分の中に閉じ込めておくっていうことが大事になってきます。それから7つ目ですね、に無表情、まあ、これはあの不機嫌と同じなんですけど、感情を逆にあまり表に出さないで、ずっとこういう、ね、あの、浮き沈みがなくて、でずっとこうこうずっとっていうようなものだと、関わりづれー、こいつになんて声をかけたらいいんだっていう風になってしまいますんで、感情はきちんと表に出せるものは表に出していきましょうというところです。それから8つ目にストレス、これは緊張という意味のストレスですね。あの、緊張してる人を見ると、なんかまたひゃーってなると問題になるんで、まあ、あの、適度な緊張感っていうのは当然その仕事とか学校生活でもあるのは大事になってくるんですけれども、過度な緊張をしてしまうと、あいつに声をかけると発狂するからやめとこうっていう風になってしまいますんで、あそこも注意いただけたらなと思います。それから最後に、無関心ですね。これは1回目の時には無視っていう行動の中で、無視っていうのをあのお伝えしたんですけれども、やっぱりこう相手の行動とか考えに興味関心を示さないっていうのも、やっぱ問題になってきますので、7
何やってるのかっていうのをこう適度なコミュニケーションを取ってしっかりと関わってあげるっていうことも非常に重要になってきますよというところです。だから相手が何やってても一切何もこうコンタクト取らない、アクション取らないっていうのはやっぱり逆に自分が話してるつもりで相手から話されててしまうっていう原因になりかねないので、そこも注意いただけたらなというふうにということで、本日ですね、たった9つだったんですけれども、次回とその最終回がですね、ちょっと長くなってきますんで、また今日は10分弱の動画でありますけど、また10分とか超えてくるかもしれないので、スッと分かりやすくまとめられるように頑張りますので、またお付き合いいただけたらと思います。ということで、皆さんも今日伝えた9つのポイントに注意しながら、相手の感情に正しく触れていくっていうことを、ぜひ意識してみてください。ということで、本日の動画は以上です。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。よいしょ。